ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M5 コンペティション2020年式5000キロ、こちらの車両になります。大変申し上げにくいんですけれども、いやそれはいいですそれはいい。本当につい3日前に東京店の方で M5 ご紹介させていただいての M5 なんて、ちょっともうダダかぶりじゃないかよと、はい、もう言われたらそれまでなんですけど、ただこちら後期のコンペティションということで、そうですね、はい、まあ、同じ車種ではありますけれども、まあ、年代も違いますし、年代というか年式も違いますし、はい、まあ、あとは通常のモデルコンペティションの違いなんかもあるんで、まあ、今回はちょっとその辺と、あと特に前期後期結構変わりましたね。そうですね、変わってます、はい、でちょっとその辺の違いと、あとはですね、こちらの車ほぼフルオプションですよね。はい、ちょっとリスト見て僕びっくりしました。そうですか、はい、ちょっと やらしい話しちゃうと、うん、もう100万円に届こうかという、そうですね、はいはい、そのぐらいの豪華オプションの車なんで、うん、まあ、ちょっとその辺を中心にお届けしたいなと思います。でまず東京でのご紹介させていただいたのが、はい、ボディカラー白だったんですよ、うん、でこれがスナッパーロックブルー、はい、これ何のこっちゃだったんですけど、うん、なんかオーストラリアのなんかサーフィンスポットのなんか名前らしいですね、スナッパーロックっていうのは。うで、うん、でこれはなんかロングビーチっぽいですけど、なんかちょっと色味少し、はい、ちょっと変わってますね。違いますよね、はい、でまた M5 ってちょっとなんていうんですか、硬いイメージないですか、なんか、うん、車のなんかイメージ的にセダンだからね、はい、うん、あとはなんか乗ってる方がちょっと硬いお仕事されてるのかなっていうイメージですけど、ボディから違うだけ全然イメージ違うんですね。全然違いますよ、はい、なんかめちゃくちゃ垢抜けてる感じですね、はい、うん、だちょっとこの辺はM5 のその硬いイメージで乗りたい方からするとちょっとこうギャップがあるとこかもしれないですけど、これめっちゃおしゃれだなと思って。いやめっちゃいいと思いますよ。あと今回内装との組み合わせがいいんですよね、はい、なんでこの辺も順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、あとは後期の部分としては、うん、なんかマイナーチェンジぐらい変わってません？変わってます、はい、で一番目につくところといえばこのライトが、ライトですね、この何ですか、 BMW ってこう歴代プロジェクターがボンボンって感じだったじゃないですか、うん、で丸から六角形になって、うん、まあ、現行でこう、そうですね、デイライトがちょっと目立つ感じになったんですけど、なんかこうイメージがもう顔つきがまるで変わって、うん、ガラッと変わりましたね。次の世代に行っちゃったみたいな。そうですね、うん、だ僕はまだアップデートできてないんで、はい、BMW らしさでいうと、うん、前期の方がちょっとらしいなって逆に思っちゃったんですよ。あ、そうですか、うん、ちょっと近未来的というか、うんうんうん、新しいちょっと EV とかハイブリッド見据えたなんかもう世代のBMW っていう顔つきになっちゃいましたね。そうですね、だ結構この辺好み分かれるんじゃないかなと。そうなんですよ、多分そうだと思います。僕は個人的に言うとだからこそこれがすごく惹かれます。なるほど、最後のガソリンじゃないかなみたいなところあるじゃないですか。そういうちょっと雰囲気出てますよね、はい、なんで、はい、もしかするとこれが最後のガソリンになるのかなと思いつつ、ちょっとフェイスリフトされた部分に関しては次世代の BM を意識させているっていうところで僕はちょっとすごく惹かれましたね、うん、あとメーカーによってはもう前期後期でエンジンガラッと変えちゃったりとか。あ、それありますよね。後期ですごくバリキャップさせたりとか、 あ確かに、あと内装ガラッと変えてくるメーカーなんかもあるじゃないですか、はい、そんな中 BMW って今回エンジン の仕様も基本的にアップデートま で、はい、で内装に関してもほとんどアップデートなんですよね。だからガラッと変えてないんで前期後期で悩まれてる方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思ったんです。そうですね、で中古車の相場に関してもざっくり言うと大体200万円から、300万円ぐらい、はい、の違いなんで、そこのアドバンテージ結構あると思うんですよ。そうですね、でもそのいい悪いではなく他社の他社種を見ると前期後期で 400-500万違いっていうのが結構最近多くて、なんかちょっと BM に関して言うとその差はそんなに大きくないのかなって僕の中ではあって、あとはもう好みになっちゃうと思うんですよね。ちょっとより悩ましいところなのかだと思いますね。あとデザイン的な部分でいうとグリルもよく見るとちょっとこう、はい、ちょっと出っ張ったというか、そうですね、立体感のグリルになって、はい、その関係もあってですかね、ボンネットも、うん、多分若干違います。ちょっと仕様というか、そうですね、品番というか、はい、違うんじゃない。あとバンパーがバンパーのここの、そうですね、このダクト周辺の立体感がなくなったっすね、はい、そうなんですよ。なんかねちょっとつるんとしたというか、のべっとしたというか、はい、で代わりにこの中が随分立体的になったんですね。そうです、
逆にそう見えるだけかもしれないですけど、そうですね、デザイン上ね、特にこの辺とあとこの辺が前期こうすごく立体的にこうなってたんですか。そうですね、はい、それがなくなったっていう、だね、画像で見るより前期後期のバンパーフロントバンパーの違いって現車で見た方がはっきり分かりますね。朝下見してそう思いました。あ、そうですか。全然違うと思った。そうなんですよ、はい、うん、だこの辺は結構違うポイントかなと、はい、まあ、あとは当然その空力に関しては、まあ、随分アップデートされているのかなと、はい、まあ、あとはどうしてもこの時代ですから、まあ、衝突安全だったりだとか、はい、まあ、あとはそのエコな方とかも考えられてちょっとの仕様変更なのかなっていうのを僕は個人的に思いました。であとは早速横に回っていきましょう。はい、やってまいりました、うん、最高額オプション、はい、カーボンセラミックブレーキ、いいですね。これあの僕も中古車サイトいろいろ見たんですけど、はい、そんなに装着率は高くないですね。そうなんですよ。探すとなると M5 も言っても新車で買ったら2000万近い車じゃないですか、の割には装着率が低いので、はい、ここはついてて嬉しいところじゃないですか。そうですね。で当然あのカーボンセラミックですから、まずそのホイールが汚れないっていうメリットもそうですし、はい、まあ、あとはもうその沈下その性能の部分って言ったら、うん、ちょっと難しいところだと思うんですよ、ストリートユースだと、うん、ただあのカーボンセラミックが随分軽いんですよね。そうですね。だポルシェなんかも GT3 でそのカーボンセラミックでもうだいぶ軽いんで車の挙動が違うなんていう、はい、で M5 の場合だとまあ2トン弱1900ぐらいあるんで、まあ、そこまでちょっとその影響がどこまで出るかちょっと乗ってみてっていう感じになると思うんですけど、まあ、ちょっとその辺の違いもあるんでだいぶ楽しみなところであります、はい、でローターも一応5ミリだけ大きくなるんですよね。そうです、スチールが395倍のところ400倍になってるということで、はいはい、この辺もしっかり変わってます。で、はい、ホイールもあの見た目的なものが随分スカスカになりましたね、コンペで、うん、前期の標準って結構スポークがマルチスポークで、そうですね、みっちり詰まってる感じだったんですけど、はい、この辺もかなりスポーティーさも演出されてて、あとはその、無償オプションで選べたりするじゃないですか。なるほど。 M5 は、はい、でも僕的にはそのゴールドキャリパーとボディカラーとこのスポークを選ばれたっていうのは正解かなと思います。新車装着、はい、もうなんかお手本というか教科書通りのなんかもそうですね、バッチリの組み合わせだなだと思います。はい、はい、で当然専用の足回りなんかも装着されてて、あとは全体的な印象といえば、うん、シャドーラインでしたっけ。そうです。 BMW の、はい、まあ、いろんなところが黒くなってたり、あとコンペティションと、コンペティション入ってますね、しっかり、はい、うん、入ってる。エンブレムなんかもしっかりコンペだと黒くなったり、はい、それ他のモデルも共通ですよね。そうです、はい、であとはもう全体的なラインとかっていうのは、うん、もう前期後期変わらず、はい、はい、コンペ、コンペじゃないの変わらずという感じだと思います。 でタイヤのサイズなんかも275の285でこの辺も一緒かなと、はい、あとリアもカーボンセラミック、そしてゴールドのキャリパーになると、うん、はい、はい、あと後ろも結構変わってるんですよね。そうなんですよ。あの後ろもびっくりしました、はい、前にも習って後ろの立体感も少しこうマイルドになって、うん、なってますね。でこの辺ちょっとこう少しのペーとしてディフューザーの形も少し変わってますね。はい、変わってます。その代わりというか、はい、あのテールランプは随分立体的になったんですよね。なんかね、あの力強いですよね。基本のその LG デザインは同じながらも立体感がこうボコボコっていう、そう強調されてますね。最近のちょっと BMW のトレンドでもありますね。そうですね。なんかこう次世代の BMW こうなってくるのかなっていう感じがします。だからなんかこうなくなったのがちゃんとこう立体感を別のところで出されてたりして、うん、ちょっと全体的なバランスはすごくいいのかなと、はい、あと当然エンブレムランプしっかりついてる、はい、こんな感じになっております。うん、じゃあ続いて内装見てみたいと思います、はい、これあの東京店でも同じこと言ってるんですけど、うん、あの同じセグメントの中でも、はい、だいぶ装備がいいんですよね。だいぶ装備がいいです。ソフトクローズもついてるし、はい、まあ、当然高ゾーンのエアコンだったりだとか、随分なんかそのコンフォートにもかなり力を入れてる、はい、そして今回の車は内装がフルレザーメリノ、うん、アラゴンブラウンとブラックの、はい、これ良くないですか。これ最高ですね。ブルーとこのブラウンの、ブラウンもちょっと明るめのブラウンで、でちょっとこう目立ち度をちょっとこうアップさせてる感じのこのツートンの仕方、はいはい、こちらが入ってると。で全体的なシートの形状だったりだと機能的なものはおおよそ一緒、はいはい、そしてフルレザーなんでドア上とあとダッシュ下、そうですね、これはあの見比べちゃうと、結構見比べると、そうですね、いい悪いではなく、全然なくてもそんなにこう寂しい感じはしないですけど、しないですけどね、見比べちゃうとやっぱりフルレーザーちょっといいなっていう。そうですね。でもちろんその上の車種になると全部レーザーですけど、はい、5だとここまでは貼ってないですよね、うん、そうです。ここから上っていう感じなんですよ。はい、そうですね。だドア上とでだいぶダッシュしたとでだいぶ印象は違うかな、はい、
そしてあと変わったところといえばメーターの方が一応フル液晶に、はい、ここもだから外装 の, そのヘッドライトの丸と一緒で、うん、あの好み分かれてるところだと思うんですよ。そうですね、伝統 の, あのタコとスピード、うん、あの配置って前期までじゃないですか。で後期からもう次世代で逆から回れたりとか、そうですね、でモードによっても全然違う表示にできたりとかっていうのがあるんで、はい、まあ、この辺はちょっと好みあるかなと、はい、で一応ナビモニターの方も微妙に大きく食らってるらしいですね、10.25 インチから10.3 インチ、はい、0.05 インチ、気がつかないレベルですね。そうですね、はい、ただあの全体的にはシルエットが違うんですよ。そうですね、違います。あのよりあの台形から長方形に近づいて見比べると結構、はいはい、大きさ的なもの。ただ視認性がすごく良くなってるかっていうと、はい、そうじゃなくても、そうですね、だサイズ的には僕一緒だと思ってたんで、はい、違うんですね、まあ、アップデートっていう感じみたいですね。なるほど。であとはセンターコンソールに、はい、モード切り替えボタン、はいはい、こちらが装着されて、うん、まあ、より使いやすくなってると。そうですね、はい、こんな感じになっております、はい、じゃあ続いてリアシートの方もちょっと確認したいと思います。でリアシートの方がなんとリアエンターテイメント、はいはい、これあの当時の金額、うん、まあ、ちょっと定価変わってる場合があると思いますので、当時の金額ですが一応37万円のオプション、すごい。あの M5 ってちょうどそれも全く同じこと前回言ってるんですけど、うん、コンフォートのとことスポーツのとこが一番せめぎ合うセグメントじゃないですか、うん、例えば S とか7に行くとよりコンフォートな方だし、うん、逆にその下のセグメントに行くとよりスポーティーな方に行くじゃないですか。だからここでこのリアエンターテイメントっていうのはちょっとよりコンフォートさというか、まあ、乗員をすごくこう快適にさせるアイテムだなと、はい、これはだいぶついてると嬉しいんじゃないかなと。いや相当嬉しいです。僕 の, その自分で私が思う住み分けで考えると、 M5 ってよくそのミドルセダン、あの BMW の, そのグレードの位置づけではミドルなんでしょうけど、車的にはもうサイズ的にはビッグセダンじゃないですか。だとなったら当然あの4名乗車っていうのは視野に入れるべきですし、そこにおいてやっぱり快適に早く走れないといけませんから、そのための大型サイズだと思ってるんで、これはもう絶対ありきで必要なオプションかなと思います。これはだいぶ嬉しいですね。嬉しい。そして当然4ゾーンのエアコンになってますし、うん、まあ、あとはちょっと前の説明に抜けちゃいましたけれども、はい、バーズ&ウィルキンスのオーディオもついてますし、はい、あとはこのパッケージと、うん、M5 ってこの何ですか、結構振り切れたセダンの中ではかなり乗り心地がいいんですよね。乗り心地いいです。 AMG モデルだと結構こう、はい、スパルタンじゃないですか。これね、あとでね土に乗ってね、はい、あの改めてコンペティションでも、あ、こんなにコンフォートなんだっていうのを味わえると思います。なるほど、うん、はい、なんで結構なところでバランスの取れた、はいはい、パッケージになってるかなと思います。そうですね。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンルームもあのあったら嬉しいカーボンパーツが、はい、これもオプションですね。オプションです、はい、装着されてます。これただ前期と違うのは、はい、うん、あの構成がちょっと違うんですね。ね、あの僕比べるまで全然気がつかなかったです、はい、前期だとこっちもあとここにも追加されてる。そう、前のね、はい、ちょっと前期用がつくのかつかないのか、うん、もう分かんないですけど、はい、ちょっとここだけは少し寂しいかなと。そうですね。そしてエンジンのスペックの方が625馬力、はい、で回転の方は変わってないんですよね、うん、だからセッティングでちょっとこう。そうですね、はい、はい、でトルクの方は750ニュートンで、これストックの M5 と一緒っていうことなんですけど、はい、一応回転の方が250回転ほど高められているということで、はいはい、この辺ももうより微調整っていう数字だけ見ると感じなんですけど、うん、あのいろんなレビュー見ると全然違うっていう、もう0100恐ろしいタイムですけど、0100どころか0100 3秒台 3.4 秒かな 3.3 秒、はい、0.1 秒詰められてるんですよね。そうっていうことなんですけど、あのまともな感覚だったら1秒踏めないって書いてあるでしょ、はい、だそのぐらいちょっとスペックだとは25馬力アップでそんなに違うのって感じかもしれないですけど、はい、あの乗るとだいぶ違うということなん で、ね、この後ちょっと乗ってみたいと思います、はい、そしてオートマの方は8速の ZF の、はい、M セプトロニック、はい、こちらが装着されている、うん、あともうちょっとだけいいですか、はい、あと最近ひじかさん、S55 エンジン、うん、2、3、4に積んでる、はい、M のエンジン、うん、あれでちょっとそのクランク関係のちょっとそのトラブルが一部で出てるって聞いたことあります？ないです。あの S55 エンジンってクランクとスプロケがこうキーも何もなくボルトでギュッてこう押さえつけて一体になってるだけなんですよ。でそれサーキットユースとか、うん、あのコンピューターチューニングしてパー上げたりとかすると空回りしちゃうっていうのがごく一部 の, そのハードに使う方とか、あとは海外とかで出てるらしいんですよね。でもちろんその対策品もあって、はいはい、まあ、もちろんそのあの心配なく乗れる方法もあるんですけど、うん、あのこの
4.4 リッターのこの M のエンジンに関しては多分その辺もあるのかもしれないですけど、クランクとスプロケ一体なんですよ、はい、だ多分そういうところまで全部計算して、はい、やってるのかなっていうのは考えられてはいるんですね。ちょっと感じました、はい、まあ、よりハードな走行にも対応できますし、うん、またはなんといってもこれ最高速ドライバーズパッケージ305キロですから、はい、怖いで、アルピナが B5 が330キロ最高準高速度じゃないですか、はい、でもスペック的にはさらにその上も狙えるぐらいのポテンシャルは多分秘めてるってことなんで、そうですね、はい、ちょっと今日はその片鱗だけでも、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ちなみに M1 がスポーツで M2 が全部スポーツプラスになってました、はい、これいいっすよね。だから慣れれば設定入れとけば、うん、そう入れとけばね M メニューの、うん、この M1 で全部スポーツ、うん、トランスミッション S1、うん、で M2 で、うん、スポーツプラス、うん、まあ、ステアリングだけスポーツですけど、うん、はい、これ入っております。で、言っても僕3日いてますし、うん、そんなにその市場も距離乗ってないんで。あ、そんなに乗らなかったの？東京で言っても、まあ、10分15分ぐらいの市場なんで、はい、結構その時間乗って気づくこともあるじゃないですか。そうですね、はい、確かに。あ、っていうか、はい、これタイヤが新しいからですかね。じゃあなんかすごく静か。いや、タイヤそんな良くないよ、多分。良くないって言い方変だけど、別に特別、はい、え、めっちゃ静かになってますよ、車、うん、だ全然違うんですよ、だからバネ下も軽いから。あ、バタバタ言わない。だから僕これちょっと最初に改装するときに、はい、助手席乗ってたんですよ、はい、あれこれ M5 みたいな。いや、 M5 の前期も、うん、まあ、いろんなレビューでもうなんかコンフォートに走ったら、はい、普通に540だよねって書いてあるの結構多かったんですよ。はい、ただちょっと、ね、はみ出てるところもあるなと思って、タイヤのそのロードノイズとか。ああ、はい、確かにね。ただこれさらに洗練されてるんですね、後期。そうなの、めっちゃ静かに乗り心地いいですよ。すごくいいですよ、乗り心地も。え、こんなに違うんですか、前期後期。全然違うんですよ。なんかちょこっと変えたとかそういうレベルじゃない。いや、レベルじゃないですよ、全然。ちょっとそして参りましょう。そうですね、ジェットコースター加速が、はい、シートがもうメリ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 っていう、なんかね、はい、ちょっとその撮影する前に、はい、土とも話したんですけど、はい、そのパワーがこう増えてるっていうよりも、はい、吹き上がり方が変わってるんですよ。あ、だからそれですね、セッティングの違いなんですよね、多分。詰めてった感じ、メーカーが。うちのカメラマンも、はい、まあ、身近に前期の M5 がはい、あるみたいなんですけど、そうですね、レスポンスが全然違ってました、はい、あれもうこれ踏んで1秒で分かるって言ってました、うん、レスポンスが、はい、これだからちょっと損してません？何が？いや、なんか25馬力アップトルク一緒ですみたいので、一番分かりやすくこう何ですか、情報として入ってくるのってやっぱりみんなそこじゃないですか、スペックでね。そう、はい、あとはなんかその外観のちょっとその派手になってるとこインクついてるとか、はい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 、だそう考えるとやっぱりちょっとメルセデスってうまいなってちょっと思ったりも、ね、して、はい、BMW ってどこまで行ってもなんかそのちょっと目立たないというか、はい、なんかこう真面目というか、真面目ですね、なんていうか、そう
ですね。これ全然違う乗り物じゃないですか。そうなんですよ。うわー、やべえ、はい、このオンオフがやばいっすよ普通に高級車なんですよ乗ってると、はいはい、めちゃめちゃこうおとなしいこう、うん、ジェントルマンがとんでもないアスリートだったみたいな。そうなんですよ、はい、脱いだらめちゃめちゃムキムキ。そう、スーツ脱いだら超ムキムキみたいな、はいはい、ちょっとそれもかっこいいから、ジェイソン・ステイサムみたいな。あ、そうですね、はい、やば。そしてやっぱりこうオフで走ってる時は、あの全部今スポーツプラスですけど、そうですね、それでも踏み込まないとめちゃめちゃ乗り心地もいいし、はい、全然いいですよね、うん、このダンさんとかの、うん、あのしっかりした足だなっていう感じは感じますよ、はい。ただこの路面のこの緩い凹凸とかのいなし方は、うんうんうん、めっちゃ乗り心地いいですね、うん、はい、で、おそらく1個前ぐらいからかな、はい、うん、だと思うんですけど、 BM のその M モデルのホイール全般的に相当軽くなってると思うんですよ。だからあのカーボンブレーキっていうのも当然違いはあるんですけど、はい、ホイールの違いっていうんですかね、だからバネ下の違いって結構あると思います。バネ下ってもう車の挙動全然違うっすよね。そうですね、全然違うし、あの人によってはですけど、はい、バネ上の3倍、はい、だから10キロ軽くできれば30キロ分みたいな、まあ、場合によってはもっとって言われてますよ。そうですね、はい、だそれはあの僕メカニックやってた時も、うんうん、あの極端な軽量ホイールとか履くと、うん、もうあの燃費もそうだし、うん、車をこうちょっと動かした時も全然車が違うっていうのが分かるんですね。そう、出足が全然違う。全然違うんですよ、まあ、基本的にもう軽いは正義ですからね。そうですね、燃費もそうだしパワーも活かせるしブレーキも効くし。そうです、はい、でも逆に言うとそう、はい、あのこれだけの大きいセダンになっちゃったから、はい、ローター系しょうがないけど、はい、車軽くできればローター系小さくていいわけですし、まあまあまあそうですね、極論言えばね、はい、でキャリパーも小さくできるしって、せめていいことになってくるので、まあ、軽さは最高です。ただそれがコンフォート視点でいくと必ずしもそうじゃないじゃないですか。まあそうですね、はい、うん、結局そのバタついたりとか動きすぎる足につながっちゃうんで、そう基本的にロールスロイスとかベントレーとか、うん、もちろんロールスでカーボンリムとかあるんですけど、うん、むやみやたらに超軽量ホイールってつけないじゃないですか、ね、そうですね、うん、やっぱりこうどっしりしたのと、うん、その、はい、なんですか、重たいものが回るその感性で、はいはい、乗り心地が良くなるっていうこともあるんで。そうですね、ここだから難しいところだと思うんですよ。いや難しいですね。だこれスポーツに仕上げるのって割と簡単だと思うんですよ。簡単とは言わないですけど、はいはい、あのモータースポーツやってればそっちに振っていけばいいだけなんで。そうですね、これをだからコンフォートを殺さないで、うん、これをやるっていうのは、うん、結構なやっぱりすごいことなんで。そうですね、はい、だってほんとめっちゃ乗り心地いいですよ。乗り心地いいですよ。めっちゃ装備もめっちゃいいですよ。はい、フォーゾーンついてて。そうですね、ベンチレーションにシートヒーターもついてて、マッサージもついてるんですよ。はい、はい、超高級車です。が狂った速度で走っていけるんですよ。はい狂ってるよねこのパワー感。これちょっと新透明だけでいいんで、うん、制限速度無制限にしてほしいですよね。本当だよね、はい、ドイツ方式を取り入れてほしいです、はいはい、ある区間で。そうですね、はい、無制限にしてほしいです。ちょっとそれも東京店で言ってるんですけど、はい、もう時間を買うっていう感覚になるみたいですね。あ、そうですね、この辺乗られてる方は。そう、確かに結局そのどっか遠くの目的地まで、うん、まあ、レンタカーだと何時間かかるけど、うん、M5 だったら何時間で行けるんだっていう、うん、ただこの片鱗は十分この法定速度内でも味わえるし、はい、やっぱり圧倒的な安心感とゆとりにつながりますよね、うん、はい、だってこのモンスターマシンが扱いづらかったらちょっとそのストレスになっちゃうと思う。そうなんですよ。だって言ったらこれ多分うちのカメさんも乗れますよ。いや全然乗れると思うんですよ、うん、ミッションも8速 AT 取り込んじゃないですかね。でクリップちゃんとあるから、そう乗りやすいんですよ。ちょっと昔のあのハイパワーセダンみたいにこう、うん、うんうんってこう、そう、わかります、ちょっとこの、うん、ちょっと微調整でこう駐車する時とか、はい、あれもないし、もうないですよね。めっちゃジェントルっすよ、はい、だから普通にオートマなんでいいと思いますね、こういうの。でじゃあそれでなんかこの変速の遅さとか、うん、もたつきとかあるかって言ったら全くないですよ、うん、このステアリングに来るキックバックというか、はい、これがすごい分かりやすいです。あ、気持ちいいです、乗ってて。それも別の車種ですけど、うん、メーカーめちゃめちゃやっぱり考えてるみたいです、はい、あ、なんかこう程よいロール感というか、はい、そのちゃんとこう、ね、車が動いてるっていう、
ドライバーにこう知らせる。逆にロール感がなさすぎるとスピード感もなくて、そうですね、危ないですよね。結局ステアリングもそのドライバーに戻しすぎると操作に支障が出ちゃうし、出ますね、戻さなすぎると結局ヌルヌルの接地感のないステアリングフィールになっちゃうんで。確かにこれはちょっとすごいですね。これはすごいと思いますよ、はい、びっくりしました、ね、そしてこの後期の進化にびっくりしました。はい、でちょっと300万円ぐらいのこのアドバンテージは本当絶妙なとこっすね。前期はそうっすね、はい、結構大きいっすからね。そうっすね、はい、でもさっきさ、はい、何撮影の時もお話ししたけど、はい、車によって前期後期の差が最近大きい車があるから、はい、分かりますね。それもどうなんだろうと思うし、その割にこの車格的にね、価格帯的に M5 に関しては前期と後期の差がそんなに大きくない。でもそうは言っても皆さん予算を決めて探されるわけじゃないですか。だからその予算の範囲内で、あ、じゃあ東京店の価格帯のものにしようとか、あの名古屋店の価格帯でも大丈夫、まあ、人それぞれだと思うんですよね。ただどちらを買ったとしても素晴らしい車なので、そうですね、うん、後悔はないと思います、ね、ちょっと味付けが違うんですけど、そう、うん、よりなんかこうやっぱり後期の方が洗練されてる、うん、前期ちょっと荒削りですけどそれも楽しめますね。そうですね、でどちらにしても600馬力は使い切れないです。そう、625馬力も、はい、ちょっと怖いです、うん、これはびっくりした、うん、でも踏んでも踏んでもこうトラクションが逃げないっていうのはもうすごいね。四駆だしね、足がいいし乗っててこうなんかね、こうハンドルを握ってこう普通に走ってると大きい車に乗ってるのは当然認識してますけど、あのなんていうの、重量級っていうか、うん、鈍重な車ではないなっていう。あれいい車ってなんかちっちゃく感じるんですよ。ああやっぱり確かなんかそんな話を聞いたことあるんですよ。なんかそんな感じがします、はい、いやちょうどその東京店で撮った時に、うん、もうこの車のそのもうめちゃくちゃこう端的に説明すると、うん、軽い四駆っていう、あもういろんな素材の改善で、はい、まあ、大体他の同じ、まあ、クラスの車より100キロぐらい軽いですよね、うん、そうですね、はい、確かにそうだ、そうですよね、うん、AMG とかより全然100キロぐらい軽いという、はいはい、なんかこうこの辺のサイズで四駆でなると大体2トン超えちゃったりとか、そうですね、多いよね今ね、うん、普通に。あとその四駆っていうところも、まあ、みんな軒並みこのクラス四駆、もっと言ったらその下のセグメントまで今みんな四駆になってるじゃないですか、うん、けど BMW ってちゃんとその完全 FR モードを残してる。はい、そうなんですよ、はい、これか、うん、セットアップ、はい、で当然そのなんていうんですか、うん、全部その DSC をオフにしろとかそういう制限ありますけど、はい、うん、もう究極のところまで用意されてるってすごくないですか。そうですね、すごいですね。こんなコンフォートなセダンでこれがいいですよね、はい、もちろん制限付きですけど、はい、はい、もうあとは知らないよっていう状態ですけど、うん、肉まで、うん、完全に肉までできるっていう、うん、これはちょっとあの BM じゃないとできないなと思ったんです、うん、あともう一個すごいなと思ったのは、はい、もうまあ3シリーズもそうですけど、うん、BMW の M モデル3も5も、うん、あの結構大きな変化を歴代続けてきてるじゃないですか、はい、もうミッションもそうだし、うん、エンジンも V8 から V10 になって、うん、また V8 に戻って今度ターボがついて、うん、まあ、ミッションもその、まあ、DCT になったり、うん、E60 の時何でしたっけ、 SMG、 あ SMG、 そう SMG があって、うん、DCT があって、うん、はい、でこのトルコンのオートマがあって、うん、3級の時マニュアルもありましたよね。マニュアルでしたね。マニュアル、これ本格はマニュアルないですかね。これどうなんだろうね今ね。でもなんかそんなにいろいろ変えてるのに、うん、まあ、肉4個の違いもあるし、うん、そんなに変えてるのにちゃんとこのポジションが成立してるとすごくないですか、ね、うん、すごいね。逆に言ったらポルシェってもうそこまで変えちゃったらもう成立してないじゃないですか。確かにね。これってなんかそのちゃんと時代に合わせて、うん、そのこういう丸いグラフで言ったら、はい、ものすごくこう、うん、均等にこう、うん、全部のレベルが高いみたいな。確かに、はい、どっかとんがってんじゃなくて、はい、だって
歴代の M5 とかって、はい、これはちょっとわからないんですけど、ツーリングモデルも存在したりとかね、ありましたからね、はい、うん、これを両立するのってやっぱりちょっと、うん、いきなりは作れないし、そうだよ、やっぱりモータースポーツの経験と、うん、はい、あとはその、まあ、7とかも作ってて、うん、で今やグループにロールスもあってっていうのはかなり、うん、はい、強いところ。何でも作れるって感じだよね、今ね、今や。うわあ、あのですね、その昔 E60 にスーパーチャージャーつけたあれを思い出した。あのぐらいのなんかもう、はい、飛んでくんじゃないかっていう加速、うん、そして加速されるたんびにこのヘッドレストの硬さを思い出しました。その硬いんだよなっつって、飛行機になったら結局柔らかくならなかったってそうだね、あのスーパーチャージャーつけたすごかったね。あ、びっくりしましたね、うん、うわーってあれがなんかもうメーカーレベルでこう再現されてるぐらい、はい、あのぐらいの加速 G、はい、そうですね。でもヘッドレストだけっすね、僕ちょっとこの車の不満があるとすれば。全くないっすか。あ、確かにね、あ、万が一のこのぐらい硬くないとダメなんじゃないの。そうなんですかね、うん、ここだけかなって。あとはもう不満はございません。もう100点です。いいですね。特に今回はコンフォート、ラグジュアリー要素がだいぶパワーアップされている、はい、このフルレザー、しかもメリノレザーのこの割とこの脂肪のちっちゃい、うん、この豪華なインテリアの車があの加速で飛んでくんですよ高級感すごいからね、はい、後ろでメディアを楽しんでたと思ったらあの加速で飛んでけるんですよ、うん本当だね。すげえな。最高だよ、はい、で終始スポーツプラスでしたけれども、うん、はい、コンフォートに戻しますか、はい、はい、ロード、あれこれでセッター、はい、全部今コンフォートに、はい、戻しました。あとは若干ですけど、なんか外で聞いたら後期の方が静かになってるのかなっていう印象はちょっと、うん、いや多分ね、なってると思いますね。ただ中だとあんまり変わんない気がします、はい、はあ、ちゃんとバブリングもするし。そうですね、はあ、だそのサウンドジェネレーターがどんだけ味付けでされてるのか分かんないですけど、うん、なんかね、多分それが多分大きいんだと思いますよ。だから車内で聞く音と表で聞く音ってやっぱりちょっと違ったりするので、はい、今回のこのコンペティションはだいぶその辺のセッティングを変えてると思いますね。今結構環境性能に注目されがちですけど、はい、騒音規制もものすごい勢いでこう、そうですね、広まってってですよね。厳しくなってますからね。軒並み新車が静かになってって、うん、で今マフラーの音が言われてますけど、はい、まあ、ゆくゆくはそのロードノイズとか、うん、もう車全体が発する音まで、まあ、規制が入ってくるんじゃないかなんていう話もあるんで。そうですね、やっぱり今大きな転換期ですね、はい、思いました、うん、そんな中で、はい、はい、ちょっとメーカーさん頑張っていただかないと。そうですね、楽しめなくなっちゃうんです。でさらにこの上の CS なんていうのも、もう幻のモデルですけど、うん、はい、作ってるってもう本当どうかしますよね本当に思いますね。日本5台しか入ってきてないですよね。あ、でも入ってきてるんですか、正規でってこと。いや、わかんないです。5台だけとかってなんか書いてある。あ、書いてある。世界限定5台じゃないよね。違う、日本で5台みたいな、そんなことを書いてある記事がありましたけど。乗ってみたい。乗ってみたいですよね、はい、なんか想像はちょっとできるんですけど、うん、よりちょっとこうスポーツなところをもうちょっと強化して、うん、右側からの合流車線。ただM4 チャンピオンエディションの、うん、あの味付けもあるじゃないですか。そうだね、あれもやばかったですからね。あれ忘れられないよ。忘れられないですね、俺、うん、未だに、うん、もうなんかちょっと手に汗かいちゃう、はい、もうこれちょっと自分で扱えないやつだっていう、うん。でもなんかさ、こう BM でこう共通するのって、はい、なんとなくこう扱えなさそうだし、はい、足もすごい硬いから、はい、飛んでっちゃうのかなと思うんですけど、意外とこうしっかりと車種が受け止めてくれたりとか、
メカニカル的にトラクションがしっかりこうなんていうのかかってくれたりとかって、その辺はちゃんとされてますね。やっぱりね、基本メーカーとしては弱アンダー気味なセッティングを良しとするメーカーなんで、どこまでも弱アンダーみたいな感じ、その思想というか作り込み方はもう昔も今も変わらないですね、 BM っていうメーカーは。いやあっという間だったっす。はい、楽しい車あっていますね。うん、いい車だ。あとはまあ中古車市場も台数少ないですからね。料金は1010円です。はい、そんな中でもこうかなり、うん、いいオプション内容とコンディションと、はい、だってまだ5000キロですよ。そうなんですよ、まだ5000キロ。結構その自分でこの許容できる距離数ってまあ人それぞれ違うと思うんですけれども、うん、結構5000キロだったら、うん、はい、そうですね、割と、はい、うん、なんかこう使用感というか癖というか、うん、はい、もう全然ないですし、はい、あとその M5 はちょっと僕正確に確認はしてなかったんですけど、やっぱりこう BMW の一部車種においては半導体問題から、はい、レーザーライトが選べないじゃないですか今。なんかその置くだけ充電が選べないとかっていうのはよく聞きます。そう、ありますね。あとナビがダメとか。そうです、はい、で M3、M4 においては、はい、しばらくの間レーザービームは選べませんっていう風な、あの情報が来てたので。あ、そうなんですか。そうなんですよ。それがどのグレード、どの車種まで響いてるのか分かんないですけどね、はい、アウディサンルーフ選べませんとか、はい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 、ベンツパワーシートついてませんとか、いろいろありますからね。ちょっとその辺大きいですね。そうなんですよ、置くだけ充電とかだったら別にって感じです。まあいいですよね、うんうん、確かにパワーシート、まあ、欲しい方はサンルーフ、うん、またヘッドライト その機能的な問題とかって、うん、ちょっと後付けもできないですし。そうなんですよ、うん、で BMW のレーザーライトとか、はい、その高速とかで、はい、やっぱり走ってるとすごく重宝するんですよね、うん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 、使うとすごいって言いますよね。そうなんですよ、70キロ以上で何倍に通常のハイビームのさらに何倍かの2倍じゃなかったですか、2倍でしょ、はいはい、全然違うんで、うん、あとはもう走りに楽しみすぎてちょっと抜けちゃいましたけど、運転支援系が、はい、進化してまして、はい、ハンズオフが、うん、はい、より進化してると。そうです、はい、なっておりますですね。メディアも充実してるし、うん、はい、だからもう理想はこれです。まあ、メルセデス その、はい、まあ、AMG でもいいですけど、はい、やっぱりこのコンフォートとスポーツが両立してるのって、うん、まあ、マルチに使えるし。そうですね、はい、なんだろうな、M5 だと、はい、その別にこう気負うことなく普通のセダンとしてファミリーユースで乗れるじゃないですか、うんうん、だからそれがいいですよね。あと前回みんな満場一致だったのは、はい、嫌味がない、うん、嫌味確かにないですね、はい、うん、ちょっとまあ、いい意味でメルセデスってちょっとこう押し出し感が強い、はいはい、うん、それか BM ってこういい意味でこの地味とは言わないですけど、うん、目立ちすぎない、はい、ただ装備もいいし、うん、走りに関してはもうこの切れた走りもできるし、はいはい、確かにね、だそれがいいよねっていう方は結構いらっしゃるんじゃないかな、うん、はい、私個人的には、はい、この色が色なので、はい、あえてなんかこうちょっとアルミホイールをこう、あ、ちょっと垢抜けた仕様でですか、ですね、はい、にしてみたいです、はい、ベースが M5 だからこそ、はいはい、うん、ちょっとおしゃれな仕事なのかなみたいな。そうですね、はい、はい、確かにこの色いいですよね、うん、まあ、乗ってもこのミラーとこのボンネットと、うん、はい、あと乗り込む時重要じゃないですか、はい、はい、ですね、はい、もうそれこそ何ですか、自己満の車オタクって言われちゃうかもしれないですけど、うん、もうめちゃくちゃかっこいい車ってその乗り込む時にテンション上がりますよね。上がります。うわ、俺の車かっこいいなって思いますよね、うん、もうさ、はい、ほんと毎回思うし毎回言うけどさ、はい、ガレージに置いた時ロックして部屋に戻る時に、はいはい、
もう一回こう見ちゃうっていうあいいなっていう、はい、二度見しちゃう車はやっぱり乗りたいですよね。そうですね、うん、もうあのディーラー の, あのガラスに反射したのを確認するのはもうデフォルトですよね。もう基本です。あとピカピカ の, あのタンクローリーみたいな、はいはい、あれが走ってたらついていくのも基本ですよね。基本です。いやそういうなんかちょっと色気もあるからっていう、うん、そうですね、はい、ちょっと武骨なだけではなく、うん、真面目なだけではなく、そうです、ちょっと遊んでる方が楽しいかなと思います。いやいい車でした、うん、ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。というわけで今回は BMW M5 コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。